アンドルーム・スナ・ハポートのダンス動画がバズった理由とは、INZM ナンバーアンダーライン I の楽曲がきっかけ、ホテルで踊ってみた動画が Z 世代に大人げ、24時間で2.4万回再生。アンドルーム・スナ・ハポートで起こった奇跡とは、アンドルーム・スナ・ハポートで最近話題となったのは、一見普通のホテルでは想像もできないようなダンスパフォーマンスでした。 銀次郎さんというプロのダンサーがこのホテルを訪れ、まるで何もなかったかのようにチェックインを済ませます。しかし、その後すぐに、彼がホテルのカウンターの前で突然ダンスを始め、あっという間に周りの客やスタッフまでもがそのダンスに巻き込まれていくのです。この瞬間を捉えた動画が SNS に投稿されると、たちまち話題になり、24時間で2万4000回もの視聴を集め、コメントが100件近く寄せられました。 動画の中心には、ナンンバーアンダーアダラインアイという3人組の人気グループの楽曲、INZM があり、この楽曲に合わせてダンスを披露するという展開が、若い世代を中心に日本中で広まっていきました。INZM の振り付けはシンプルでありながら、中毒性が高く、誰でも簡単に覚えられることから、ダンスが SNS 上で瞬く間に拡散しました。特に Z 世代と呼ばれる若い層に強く支持されており、 彼らはスマートフォンで友達や家族と一緒に踊る姿を投稿し、そのムーブメントはどんどん広がっています。ダンスや音楽の力が、普段は静かな空間であるホテルの中にまでも持ち込まれ、その場を一瞬で活気に満ちた場所へと変えてしまう様子は、現代の若者文化が持つ影響力の大きさを如実に物語っています。SNS で拡散されるこのような動画が、単にエンターテインメントとして楽しむだけでなく、 実際にホテルや企業にとって新たなプロモーション手段として機能している点が興味深いところです。そして、面白いのは、このムーブメントが単に個人の楽しみを超えて、企業までも巻き込む現象となっていることです。アンドルームスナ・ハポートだけでなく、他のホテルや企業もこの流れに乗り、INZM の振り付けを取り入れたプロモーションを行うようになりました。例えば、スタッフ全員がこのダンスを覚え、 顧客にサービスを提供しながらも、楽しいひとときを提供することで、滞在中の体験をより特別なものにしています。これにより、単なる宿泊施設以上の価値を生み出し、顧客の心に強く残る思い出を提供しています。このような現象は、ホテル業界やその他のサービス業において、従来の枠に周割れない柔軟なアプローチの重要性を再認識させるものです。 単に清潔で快適な宿泊環境を提供するだけではなく、顧客に特別な体験を提供することで、ブランドとしての個性を強調し、競争の激しい市場の中で他者と差別化を図ることができます。特に、SNS が主流となった現代において、一度話題となれば、その影響力は計り知れず、直接的な広告費用をかけずに、広範囲にわたる認知度向上が期待できるのです。 銀次郎さんがアンドルームスナハポートで踊った瞬間は、まさにその典型例です。短時間で多くの視聴者を集め、コメントの中には、次に沖縄に行くときはこのホテルに泊まりたい、このホテルのスタッフも一緒にダンスしてるなんて最高という声が多く見られました。このような顧客の反応が示す通り、ただ快適な宿泊を提供するだけでなく、そこに何か新しいエンターテインメントや体験が加わることで、 ホテルはただの宿泊施設以上のものとなり、顧客との強いつながりを築くことができるのです。さらに、このムーブメントが示すのは、現代の消費者が求めるものが変化しているという点です。かつては高級な設備やサービスが評価の基準とされていた時代もありましたが、今や消費者はより個性的で楽しい体験を重視する傾向があります。これは特に、旅行や宿泊の場面において顕著です。旅行者は ただ目的地を訪れて観光するだけでなく、その場所での滞在自体が特別な体験であることを求めています。アンドルームスナハポートのようなホテルが提供する、ユーモアや驚きに満ちた瞬間は、まさにそのニーズに応えるものであり、旅行者にとって忘れられない体験を提供します。ここで一つ興味深いのは、このムーブメントが持つ潜在的な影響力です。もし他の企業や業界がこのトレンドを取り入れることができれば、 さらなるるビジネススチャンスが生ままれれかもしれません例えば飲食店やショッピングモールさらには公共の交通機関などあらゆる場面でこのようなインタラクティブな体験が導入されることで顧客との関わり方が根本的に変わる可能性があります特に日本の消費者はエンターテインメントや楽しさを重視する傾向がありこうしたトレンドをうまく活用することで企業は新たな価値を創造することができるでしょう このトレンドに関連して企業が直面する課題の一つはいかにしてこのような一時的なブームを持続可能な形でビジネスに取り入れるかという点です SNS やインターネットを通じて生まれるブームは往々にして一過性のものであり短期間で過ぎ去ってしまうことが多いですしかしアンドルームスナハポトのようにブームをきっかけに新しい顧客体験を提供することで 長期的に顧客をを引きつけるる仕組みを構築す,るこ,とが可能ですこの点で企業は単なる流行に乗るだけでなくそれをどのようにして自分たちの価値観やサービスに組み込むかが重要な課題となりますそしてこのような動きは今後のホテル業界全体にも波及する可能性があります日本国内以外を問わずホテルは今後ますます個性を打ち出し顧客にユニークな体験を提供することが求められるでしょう 特に、若年層の旅行者をターゲットにする場合、彼らの思考に合わせたエンターテインメント性の高いサービスが重要視されるようになるでしょう。アンドルームスナハポトの例が示すように、単に宿泊施設としての役割を果たすだけでなく、そこに新たな価値を付加することが、現代の消費者にとってのホテル選びの決定要因となるのです。また、このムーブメントの裏には、 日本の伝統的なホスピタリティ精神が脈々と流れていることも見逃せません。おもてなしの心を持ちながらも、時代に合わせた柔軟な対応を行うことで、従来のサービス業の枠を超えた新しい形の体験を提供することが可能になります。特に、観光業が大きな影響を受けたコロナ禍の後、多くのホテルや観光施設は、これまでとは異なるアプローチを模索しています。アンドルームスナ・ハポートのような事例は、 そののの一つの成功例ととしして多くの施設が参考にすべきモデルとなるでしょうこのようなエンターテインメントの導入はただの一時的な楽しみを超えて日常に小さな変化や刺激を与える力を持っています。特にホテルという場所は普段の生活から一時的に離れリフレッシュする場であるためそこに驚きや楽しさが加わることでより一層特別な体験へと昇華します。 アンドルームスナ・ハポトが提供するこのダンス体験は、まさに日常生活の枠を超えた非日常的なひとときを提供し、旅行者にとって単なる宿泊以上の思い出を作り出しているのです。この現象を広く捉えると、今後、他の業界にも同様の体験型エンターテインメントが導入される可能性が考えられます。例えば、レストランでの食事中に突然パフォーマンスが始まったり、 ショッピングモール内で買い物客が巻き込まれるイベントが開催されたりすることも考えられます。こうした体験は、顧客の感覚に働きかけ、場所やブランドに対する記憶を強く残す効果があります。実際に、アンドルームスナハポートのような取り組みは SN、SNS を通じて広がることで、その影響力をさらに高めており、リピーターや新規顧客を増やす戦略として非常に効果的です。また、 この現象が示しているのは、現代の消費者の心理がどのように変化しているかという点でもあります。従来の、ものを所有することに重きを置く消費から、体験を重視する消費へとシフトしていることが顕著です。特に Z 世代やミレニアル世代といった若い世代は、物質的な満足よりも SN、SNS でシェアできるようなユニークな体験や、友人と共有できる思い出に価値を感じる傾向が強まっています。 このような背景から、企業やブランドは、単に商品やサービスを提供するだけでなく、その過程で特別な体験を提供することが競争力の向上につながると認識し始めています。この流れは、旅行やレジャー産業だけでなく、教育やビジネスの分野にも波及する可能性があります。例えば、学びの場においても、体験型の教育が注目されています。 単に教科書や授業を通じて知識を得るのではなく、実際に体験することで学びが深まるという考え方です。これは、ホテルでのダンス体験と同様に、学習者が主体的に関与し、楽しみながら学べる環境を提供することが重要視されていることを示しています。こうしたアプローチは、学習意欲の向上や記憶の定着を助けるだけでなく、学びそのものを楽しむ習慣を育てる効果もあります。一方 ビジネスの現場でも、このような体験型のアプローチは、社員のモチベーション向上やチームビルディングに利用されています。例えば、企業が社員向けにイベントやワークショップを開催し、普段の仕事の枠を超えた体験を提供することで、社員同士の結束力が高まり、仕事に対する新たな視点やインスピレーションが得られることが期待されます。こうした取り組みは、長期的に企業の生産性向上にも寄与するでしょう。 アンドルーム・スナ・ハポートでのダンス体験は、単なるエンターテインメントにとどまらず、こうした社会全体の変化を象徴するものとして捉えることができます。私たちがどのように時間を過ごし、どのように価値を見いだすかが変わりつつある中で、こうした新しい形の体験がどんどん生まれてくるでしょう。特に、日本の文化は、伝統と革新が絶妙に融合する場所であり、こうした新しいトレンドが生まれやすい土壌が整っています。 伝統的なおもてなしの心を持ちながらも、現代的な楽しさや驚きを提供することで、日本の観光業やサービス業は、国内外からの旅行者に対してさらなる魅力を発信し続けることができるのです。